2008年イギリスグランプリは、2008年 F1 世界選手権第9戦として、2008年7月4日から7月6日にシルバーストーンで開催された。正式名称は2008フォーミュラー1サンタンデールブリティッシュグランプリ注目は、ポイントリーダーのフェリペ・マッサ、昨年度覇者のキミライ・コネン、第7戦カナダ GP で初優勝を達成した。 ロバートクビサ、そして2年目の母国 GP で気合の入るルイス・ハミルトンのポールポジション争いとされた。しかし、ハミルトンのチームメイト、平気小イネンがポールポジション。2番手には、副平のレッドブルー、マーク・エヴァーがつけるなど、予選から予想外の出来事が相次いだ。また、週末を通して、スッキリしない天気となり、予選、決勝ともに雨がらみとなった。 919293決勝では、スタートから大混乱。雨に足を救われ、スピンコースアウトをしてしまうドライバーも終始見られた。そんな中で冷静に60周を走破したハミルトンが2位に1分以上の大差をつけて優勝。2年目で母国優勝を成し遂げた。2位には、BMW ザウバーのニック・ハイドフェルド。3位には、 タイヤ作戦が的中したホンダレーシング F1 チームのルーベンスバリチェロが入った。完走は13台だった。ポイントランキングはトップのフェリペ・マッサがノーポイント2位のキミライコネンが4位完走となったためマッサ、ライコネン・ハミルトンの3人が 48P でトップとなった。ありがとうございます。